シェルパさんによってはね、とても上手なのがいるんですよ。シェルパさんも当たり外れですか？当たり外れします。ねえ、自分でも何回か言ってる、全部見つけますね。シェルパさんって自分で選べるんですか？私は自分で今まで選んできてます。そうなんですか。はい、お願いしますってね。だからツアーによってはダメっていうツアーもありますけどね、いいですよって言ってくれた時は先輩代は別、あ、なるほど、彼には別に支払う、いくら支払いでしょうかって言って、どういう基準でシェルパさんが選んでるんですか？私今日は一応、あとなんとなくの第一印象とか、人の良さそうな人とか。それでもうここ2年3年は同じ人ですね。あ、そうですか。あ、それまで大変、シェルパによって。シェルパによって早い人は早いんですよ。どんどん行っちゃうんですか？どんどん行っちゃうんですよ。こっちのペース、呼吸とか音をしますでしょ。全然無視した、無視して行っちゃう。あ、そうですか。で、そんじゃなくて今高校3年くらいは一緒にしていただけるのは、ちゃんと合わせてます。そうなんですね。いや、なんとなく自分もそうは思ったんですよね。シェルパさんも人なんで、なんかやっぱ人なりのなんかすごく優しく会わせてくれる人とかいるんじゃないかなと思ったんですけど、あ、じゃあもういつもお選び、ここも数年はそうですね。基本どの山行ってもですか？あ、まあ、エベレストですか？シェルパつけるのはヒマラヤね、5、6000メートルはみんな、シェルパさんとの会話とかするんですか？します。え、英語かなんかで？いや、みんな日本語やってくれますよ。あ、そうですか。上手ですよ。私の英語やるよりは、それから若い頃っていうか、10年くらい前はシェルパも一生懸命覚えたんですよ。でももう覚えられない、忘れていくことが多い。でも今度分かってますからね。